ずに声を届けてまいります。大きな声でのお騒がせ恐縮ですが、この後もまもなく池田伸晴本人から大きな皆様にお願いをさせていただきます。私から今日の本人を11、12人もこの場に駆けつけまして、皆様にそして朝から池田伸晴さんのこと皆様お一人一人にお願いをさせていただいております。よろしくお願いします。それではテレビの仕掛けでございました。おかみ12人からお会いしようと言われてください。よろしくお願いします。池田テレビの仕掛けでございました。ただ本日から7時間テンポに始まりました。どうぞよろしければ池田のよろしくお願いします。次に生でもっと応援してほしいという方、池田伸晴でございます。池田伸晴候補は甲子園に出場した経験がございます。そして現在ザマサッカー協会の会長でもあります。もっとグラウンドが使えるようにならないか、いろんなスポーツをする上でお声がございます。ロッキー24年スポーツの振興を座間市議会の中で最も進めてきたのが池田伸晴でございます。ぜひ、ああ俺も、ああ私もこのスポーツを応援してほしいという方、サッカーや野球だけではございません。例えば私も今日朝ランニングをしてきたんですが、座間でもっと出るような場所を作ってほしいとか、いろんな声があると思うんですよね。ぜひ皆様の楽しめるスポーツ応援してほしいという方は池田伸晴をよろしくお願い申し上げます。次が一つ目です。二つ目は池田伸晴さんは働く仲間の代表でございます。全国の運転から皆様、今日から生市議会選挙が始まっております。池田伸晴候補をよろしくお願いいたします。特に市で働く労働者の皆様、あるいは公務員の労働者の皆様、あるいは学校の先生の皆様、こういった働く皆様の権利と働き方改革を適切に行っていく、また使って電車で今日も働いている方いっぱいいらっしゃると思うんですね。コロナでお仕事がむしろ大変になった方、テレワーク聞こえはいいけど実はひどいことになってる、いろんな声があると思います。皆様が働く現場で困っているとその声を市政に反映してくれるのは池田伸晴市議会議員でございます。私衆議院の後藤雄一から池田伸晴候補を応援する2つ目の理由が働く仲間の代表だということでございます。3つ目の池田伸晴候補を応援する理由は防災危機管理、こういった問題の専門家だからでございます。毎年のように豪雨災害、いつザマが被害に遭うか分かりません。今やゲリラ豪雨で今晩のうちにもひどいことになるってことしょっちゅうあります。ぜひ災害対策なら池田伸晴、今3つ申し上げました。衆議院議員の私後藤雄一から本日始まったザマ市議会選挙第1にスポーツを応援してほしいという方、池田伸晴をお願いします。2つ目に働く皆様の応援団として池田伸晴をお願いします。そして防災のための専門家池田伸晴をお願いします。手を振っていただきありがとうございます。今日から始まった座間市議会選挙、どうぞ6期24年の経験、これまでも誠実に決断し実行してきた池田伸晴候補を応援申し上げまして、この
この地元は太さんなんですけども、駅の反対側は私、後藤祐一でございます。衆議院議員の後藤祐一から池田範春候補の応援演説をさせていただきます。どうぞ一週間頑張ってまいりましょう。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。力強く応援をいただきました。一生懸命頑張ってまいります。どうかよろしくお願いをいたします。それでは続きまして、地元の太秀氏、元国民民主党第13区党支部長より応援の弁償を出したいと存じます。お願いいたします。皆さんこんばんは。総武台駅、総武台前駅の南口のご近所の皆さん、そして、ご通行中の皆さん、こちらは池田範春でございます。いよいよ本日から市議会議員選挙がスタートいたしました。本人、候補者本人、池田範春候補者本人、この駅頭に立ちまして、地域の皆様に、選挙戦初日のご挨拶、そしてこれからの4年間にかける思いをお伝えさせていただいておりますので、そして本日も仲間の皆さん、地域の皆さん、そして働く中の皆様一緒になりまして、池田範春候補の、リーフレット配布をしておりますので、どうか皆さんこちらお手に取ってご覧になっていただきますよう、そして皆さん、これまでの7期、これまで6期24年間の実績、池田範春へと、ぜひとも地元の皆さん、総代の皆さんの大きなご支援、引き続きお寄せいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。私は地域でお世話になっております太秀氏でございます。私の大先輩、そして皆さん、これまでもこの地域において私たちこの民主党、そして民主党選挙に立ってその取り組みをしてまいりました、活動してまいりました池田範春候補者本人、地域の皆様へとご挨拶を行っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。どうもお車からも皆さん本当にありがとうございます。さて皆さん、コロナウイルスとの長期戦となっております。そういった中で皆さん、まさに先ほどもありました後藤先生からも、豪雨災害がこの各地区で発生をしております。そういった中、これまで市議会において皆さん、最もこの豪雨災害の備え、減災の問題、先頭に立って取り組んでまいりました池田範春、コロナ禍の中でのまさに複合災害への備え、皆さん万全にしていく、そのためにも引き続きこのざま市議会において皆さんのこの命と、そして生活をしっかりと守り抜いていく、そのためにも引き続き池田範春、豊富な経験、そして実績のあります池田範春候補者本人ですので、どうか地域の皆さん、地元どうもありがとうございます。総務大皆さんの大きなこのご支援、引き続きお寄せいただきますよう、池田範春候補者本人、皆様へとその選挙戦初日のお訴え、ご挨拶をさせていただいておりますので、どうか皆さん、池田範春へと皆さんの声、そしてお力、貴重な一票を託してください。どうぞよろしくお願いいたします。本日も池田範春候補者本人、そして仲間の皆さん、後藤祐一衆議院議員も一緒になりましてのお訴えをしておりますので、どうか皆さん、池田範春、市長と、そしてこれまでの実績、池田範春のこのリーフレット、皆さんお手に取ってご覧になってください。太秀氏でございます。そして皆さん、どうもありがとうございます。朝から皆さん本当にご支援ありがとうございます。こちらは池田範春でございます。そして皆さん、まだまだコロナとのこの長期戦となっております。そういった中において、やはりこの地域の皆さんの声をしっかりとお聞かせいただき、そして多摩市内においてコロナ対策、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
池田のりはる、お子さんたちのこの一斉休校を受けて体力の低下、そして学習の遅れ、本当に深刻となっております。そういった中で8月の議会でも皆さんの声をしっかりと議会へと届けてきた池田のりはる校舎本人おりますので、どうか地域の皆さん引き続き池田のりはるへと皆さんの貴重な一票を託していただきますようお願い申し上げまして、私太り秀氏からの池田のりはる候補への皆さん、応援の弁とさせていただきます。それでは皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではお待たせいたしました、池田のりはる本人より皆様にお訴え申し上げます。ご清聴よろしくお願いいたします。総務会前、駅をご利用の皆さん、そして駅周辺にお住まいの皆様、私は池田のりはる、池田のりはるでございます。日頃からこの駅頭をお借りしまして、皆様には様々なお訴えさせていただきました。そしてまた6期24年間の間、私は市議会が終わったと同時に、さまざま皆様には池田のりはるタウンレポートを発行させていただいて、そして市議会の様子、座間市の様子、さまざまな形で皆様にお伝えさせていただいたところでございます。そういった池田のりはる6期24年さまざまな経験と、そしてまた実績を積まさせていただきました。今日も多くの仲間とがですね、私のリーフレットを配布させていただいております。どうかどうか皆様、私の思い、そして実績、経験をとくとご覧いただければと思います。まあ、その中にですね、総武台前駅、この南口に立って皆さんにお話をする中で一番やっぱり思い出すのはですね、この市道5号線ですね。市道5号線、かつての15年前の状況覚えている方少ないかと思いますけれども、この5号線は非常に狭隘な道路で、また道路面もですね、非常に劣悪な状態でありました。歩道もしっかりと整っていない。そしてこの商店街、総武台南口商店街の皆さんが非常に困っている。そういった中でこの5号線をなんとか地域活性化につなげたい、そして地域の方々が安全に駅に向かうような道路を作りたい、そういった思いを持って地域のこの南口の商店街の皆さんと、そしてまた地域の皆さんの行政と、そしてまた私も地元の議員でありますので、その地元の議員という形で私もその会議に参加させていただきながら、この市道5号線の最初から計画段階からですね、私も参画させていただいて、こういった形を作ったらいいかな、ああいった形がいいかな、さまざまな検討をさせていただいて、そしてこのように今非常にですね、広々とした、そしてまた、歩道も広い、そういった安全で安心して歩けるような道路に生まれ変わりました。そしてまたもう一つ特徴的なのはですね、この道路は電柱が一本もないんです。皆さん見ていただくと分かると思いますけれども、電柱のない道路、そういったことをこの15年前から地域の皆さんと一緒になって計画し考えて、そして作り上げた、本当に皆さんとですね、共に共同で作り上げたこの道路であります。電柱がない、道路も幅もしっかりとって、そして安全に通行歩けるような歩道もしっかりと整っている、そういった座間市ではですね、初めてのケースですね。ここは電池のない道路、初めてのケースです。皆さんと作り上げたこの道路、私も魅力ながら一緒にですね、参画させていただいた、そういった思い出の多いこの総武台南口商店街のこの道路でもございます。ぜひぜひ皆さん、そういった実績もご評価いただきたいな、そのように考えているところでございます。今年に入りまして、コロナ感染ウイルスの関係で非常にですね、座間市も打撃を受けております。
多くは中小零細企業の皆さん、大変なんですね。事業主の方、そしてまたそこに働いている方々が事業が継続できないために従業員を辞めてもらうしかない、そういった状況が生まれてきているわけでありますけれども、座間市において非常にまだ財政的に厳しい状況でもありますけれども、3月定例会、6月定例会、そして8月の定例会におきまして、座間市の単独の予算、座間市の単独の予算としてですね、10億円以上の予算をつけて共に頑張りましょう。10億円以上の補正を組んで、座間市の市民の皆さんの感染、コロナウイルスの感染についてのさまざまな影響についての給付金、そして中小零細企業への給付金、しっかりと立てたことでございます。その給付金についてはまだまだ足りてない状況でもあるかと思いますけれども、国がしっかりと立てたこのコロナウイルス対策予算、それについてまだまだ座間市の皆さんにとっては足りていない、そういったところを少しでも補完する意味でですね、10億円以上の補正を予算を組ませていただきました。そういった中で中小零細企業の皆さんの事業主の皆さんが少しでも元気に、そして活性化するように、もう願っておるところでございますけれども、まだまだ足りない。中小零細企業の皆さんは、皆さん思い起こしていただけると分かると思いますけれども、昭和30年代40年代非常に高度成長が進展いたしました。高度成長は非常に進展した日本であります。今日のこの財政的な生産性が高いこの繁栄は、当時のですね、中小零細企業の皆さんが下支えをしてくれた、手に豆を作り、額に汗をして日本の産業をしっかりと底支えしてくれた、そういった中小零細企業の皆さん、そういった皆さんが現在非常に窮地に陥っている、窮地に陥っている、そういった状況を我々は見過ごすわけにはまいりません。そういったところにしっかりとですね、予算立てをして、そしてこの将来日本の、あるいは座間市のこの産業をしっかりと持ち直させるために、しっかりとこの給付金を、座間市の給付金を活用していただきたいな、そういう思いで私も予算に賛成をさせて、沖本浩二議員の返答をお祈りいたします。池田紀春議員の候補のご検討をお願いします。ありがとうございます。共に頑張りましょう。沖本浩二議員、今私と座間大使会という会派をですね、一緒にさせていただいております。同僚議員でもございます。中小零細企業のお話をさせていただきましたけれども、やはり私はですね、働く人々の状況、働く人々の環境、そういったことを改善していきたい、そういった思いから、さまざま、今でも6期24年の間に、さまざまな労務関係、そしてまた雇用関係について発言もさせていただいたところでございます。コロナウイルスに関しては、もっと深刻な問題があります。それは座間市、日本の将来を担っていただく子どもさんたちの環境が非常に劣悪になっていることであります。子どもさんたちの環境が劣悪になっている、具体的にはどういう状況なのか、この2月3月から子どもさんたちが学校に行きたくても学校に行けない、休校になってしまっている、そしてご家庭にいなければいけない、外に友達と遊びに行こう、友達と遊ぶんじゃない、学校には行けない、友達とは遊べない、じゃあどうするんですか、家の中で過ごすしかない、そういった子どもさんたち、年齢的には小学生、中学生というのは非常にエネルギッシュでですね、さまざま外に出てエネルギーを発生してくる、これが当たり前の子どもの姿なんです。それを我々はしっかりと染み取ってしまった、子どもさんたちのそういった状況をしっかりとエネルギーをしっかりと吸い取ってしまった我々大人がですね、しっかりとその分子どもたちの学習面の遅れや体力の低下をしっかりと我々は認め、
そしてそれに対して我々は子どもさんたちに学習の遅れをしっかりと取り戻すような施策を考えないといけない。そのためにはどうするか。私は座間市で計画されている ICT 教育が3年後にネット環境をしっかり整えて学校の教育の中で ICT 教育をしっかりと導入し、そして効率的な学習の場を作る、そういった計画が3年後にはやろうという3年後にやろうという計画があります。しかし今3年待てないです。子どもさんたちの成功の成長の度合いを考えれば3年先までのことはもうそんなこと言ってられない。即刻ですね、子どもさんたちの学習面の遅れに対してメスを入れる、そういったことが必要であります。じゃあどうするか。3年後のですね、そういった ICT 業界やるという計画を今年に前倒しする、3年ほど前倒しして本年度中にはそういった ICT 教育の環境をしっかり整える、そういったことが必要であるということを教育長あるいは市長にさまざまな形で申し述べてきた池田紀晴でございます。まあ、そういった中でですね、おかげさまで今年度中には座間市の小学生中学生9300名ほどおりますけれども、その9300名が全員に一人一人にタブレットを1台貸与する、そういった予算組が出来上がりました。したがいまして今年度中には9300名の小中学生お一人一人にタブレットを貸与することができます。でそのタブレットを持って学校での教育、学校での学習についてしっかりと効率的な勉強ができる、そういったことを実現できる予定でございます。どうぞご期待いただきたいと思います。ありがとうございます。私はですね、それだけではやはり物足りない。学校における教育はしっかりとできるようになる、環境が整備される、そういったことは今年度中にはできることになりますけれども、せっかくですねそのタブレットが9300名の小中学生の皆さんに一連で貸与されるんなら、それをもってですね、それをもって 学習の自宅学習についても協力、それを活用する、そういったことが必要であると、そういったことを主張させていただきました。それをするためには子どもさんたち全員のご家庭がネット環境がしっかり整っているわけではありません。いわゆる Wi-Fi を受けてそれでタブレットを活用できる環境にはない、それの実態がですね明るみになったところでございます。私は子どもたちが平等に良質な教育を受ける権利がある、逆に言えばですよ、我々大人が子どもたちのそういった環境、教育するできる環境を我々が整えてやらないといけない。平等に、そしてまた良質な教育を受ける環境を我々大人の責任として整えてあげないといけない。そういった思いで小中学生の方々のご自宅にネット環境を整っていなければ、その整うことについて行政のあるいは教育委員会の責任において、ご自宅、子どもさんたちのご自宅には無料で行政と教育委員会の責任においてやる、ネット環境を整える、そういったことも提唱させていただいておるところであります。まあ、この子どもさんたちのネット環境、ご自宅におけるネット環境も、しっかりとですね整えていける、そういった方向性が今見出せておりますけれども、そういった子どもさんたちの教育の遅れや、そしてまた体力の低下、重大な課題として私は受け止めております。そういった課題をしっかりと取り組んで子どもたちの体力を回復する、学習面の遅れを取り戻す、そういったことにもしっかりとこれからも取り組んでまいります。池田紀晴でございます。それとですね、皆さんにはぜひ知っておきたい、知っておいて
いただきたいことがございます。昨年秋、台風15号、そして19号が相次いで座間市を襲ってまいりました。その時に幸いなことにですね、相模川が水があふれることもなかった。そしてありがとうございます。相模川があふれ出ることもなかった。そしてまたその土手が決壊することもなかった。ですから平穏にですね、今現在も皆さん市民生活を送られております。しかし我々としては、私としては非常に危機感を持っております。今の気象、大雨がたくさん降る、そういった中で本当に相模川が決壊しないような状況が今出来上がっているんだろうか。そしてまた座間市や相模川はありますけれども、この近くにもですね、目くじり川という小さな川ですけれども、目くじり川がございます。皆さんのご記憶で思い起こしていただければ分かると思いますけれども、この東武台前駅からこの近いところの小池という地域があります。小池という地域では目くじり川が雨が降るととにかく氾濫する。道路が冠水して水浸しになってしまう。時には車がぷかぷか浮いてしまう。そういった状況があったわけでありますけれども、少しずつ手を入れて今ではですね、そういうことが少なくなりました。しかしもう少し大雨が、この異常気象で大雨が降ると、それはですね、マスコミの映像で九州あるいは東北で河川が氾濫して大水が出て家が流され、そして多くの被害者が出た。そして被災された方々がこの避難所で長期的にですね、過ごさざるを得なかった。そういった映像をよく見ますけども、皆さん、それは一言ではないんです。ああいった状況を皆さんに味わわせたくない、そういった思いでこの目くじり川の河川の氾濫、相模川の河川の氾濫、絶対に起こさないようなですね、施策、そして万が一でもそういう状況になった場合には避難所をしっかりと今から想定して確保していく。従来の自然災害といいますと、地震災害に対しての想定をし対策を練るのが普通でありました。それは本当に大切なことであります。その地震災害に対しての対策も非常に大切でありますけれども、加えてですね、水害に対しての対策もしっかりと整えていかないといけない。そういった思いで私は日々活動させていただいておりますけれども、その避難先の避難所については、多くは体育館のような平地のですね、広いところに設けている。しかし水害があった場合には、そういった平地の体育館のようなところではまず災害の避難先には不適切だと私は考えています。いわゆる水が出た場合には垂直避難、2階に逃げる、あるいは3階へ逃げる、そういった状況の中でなければ生命をしっかりと確保していくことができない。今からそれをですね、しっかりと対策を立てていく。皆さん、ハザードマップを見たことありますでしょうか。座間市のハザードマップ、このハザードマップもですね、しっかりと見直さないといけない。そういった思いで私は自然災害に対しての考え方を変更しないといけないと思っております。そして避難所の問題でありますけれども、避難所もですね、体育館のような大きな中に、とにかく逃げ込む、そういった状況ではこれからは成り立ってまいりません。特にですね、女性の皆さん、小さなお子さんを持った女性の皆さん、そういった女性の皆さんが本当にその避難所で何日間か安心して避難生活が送れるのか、私は大変疑問であります。女性や子どもや、そして障害のお持ちになっている方や、またお年寄りの皆さんが安心して避難所で避難することができる、万が一あった時にそれだけでも大変辛い状況であります。さらに避難所でも劣悪な避難所、
そういった状況は私は改善していくべきだと私は考えております。従いまして避難自然災害についての対応対策しっかりと整える、それに加えて万が一ということがあった場合の避難所の在り方についても一からまたしっかりと検証していく、そういったことが非常にこれから大切であります。そういったことをしっかりと考えて市民の生命財産を守る、市民の方々のことをしっかりと考えていける、そういった候補者をぜひとも皆さん選んでいただきたいと思っております。私は自然災害については一言ではない、しっかりと生市民の生命財産を守る、そういったことの強く肝に銘じてこれからも取り組んでまいりたいと考えております。かどうか皆さん私の思いそしてまた考え方についてよくよくご理解をいただきながら池田典春へのご支援の輪をお知らせ広げていただきますようお願い申し上げます。今日は総務大前駅南口をお借りしまして新会議員候補池田典春皆様にさまざま私の考え政策そしてまた思いをですねお伝えさせていただいているところでもございます。一つ皆さんに付け加えてお話たくさんあるんですけども、ぜひですね話しておきたいなと思っているのがこの公共施設の整備についてあります。座間市も来年50周年を迎えます。座間市の50周年、本当に歴史をですね一年一年重ねていい街づくりをしていきたいと思っているところでありますけれども、50年経ちますとさまざまなところに劣化が生じてまいります。保全が必要であります。整備が必要であります。今公共施設が学校施設も含めまして保育園も含めて非常にですね劣化してきているのがメインそれでなります。そういった状況の中でそれじゃあ公共施設をこれからどう整備していくのか、どう整備していくのかということの基本的なですね考え方をしっかりと持たないといけないわけです。壊れたから直す、壊れたから作り直す、そういった単純なものではこれから進みません。座間市の財政総額で特別予算を合わせまして約800億円ほどの予算を組んで事業展開しております。この800億円は皆さんから座間市民の皆さんからお預かりした税金であります。その税金を適切に市民の皆さんのために使わないといけない。市議会議員というのはそういったことについてしっかりと審査しないといけない、そういう立場でもございます。そういった意味においては公共施設の整備計画、この人口が減少していく、生産人口も少なくなっていく、そしてお年寄りの皆さんが多くなっていく、福祉が必要になってまいります。そういった人口形態、そしてまた産業の形態、さまざま変わってまいりますので、それに応じたような公共施設の整備計画を実践しないといけない状況でもございます。ぜひ皆さんこれから来年の50周年座間市の50周年大変歴史も深くなってまいりましたけれども、公共施設についてはしっかりとした皆さんの税金を無駄にしないようなしっかりとした計画を組んでこれから取り組まれていけない大変大きな課題と私は捉えております。ぜひぜひ皆さんそういったところもご理解をいただきましてご支援の方をお願い申し上げたいと思っております。座間市議会議員候補の池田典春でございます。私の思いそして座間市の課題さまざまな角度からお話をさせていただきました。時間でもございますのでそろそろマイクを収めさせていただきますけれども、ぜひこの選挙戦
どういった座間市の将来についてどういった議員が必要なのか、よくよくご理解をいただきまして、池田典治へとご支援の輪を広げていただきますようお願いを申し上げまして、池田典治からのお訴えとさせていただきます。ご清聴いただきましたことを心から感謝申し上げます。ありがとうございました。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。この場には後藤雄一衆議院議員、そして太秀氏元国民民主党第13区総支部長を迎えての応援練習に迎えての街頭演説会をさせていただきました。どうか7日間にわたる長いこの市議会議員選挙、皆さんどうか応援をいただきまして、最終最後まで力添えてまいりますよう心を込めてお願いを申し上げ、この場から